皆さんこんにちはアケボのコミュニティ教会の牧師の桜井ですどうぞよろしくお願いいたします今日のメッセージのタイトルは命の言葉という題でメッセージをさせていただきたいと思います聖書をお読みしますヨハネの福音書1章の14節です言葉は 人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちて おられた、えー、今年の4月からこの CGN のテレビの中で毎週土曜日、えー、手話のメッセージの番組が始まりました本当に感謝だと思っています、えー、私自身もこの中でメッセージをしてくださるぬカ先生や あるいは村上先生、南田先生たちの手話によるメッセージを見ながら、本当にたくさんの励ましをいただいています。このような番組を作っていただいていることを大変に感謝しています。これからさらに日本のあちこちで連動し、また教会の牧会をして活躍しているろう者の先生たちの手話によるメッセージが、 あここで皆様に、えー、お届けすることができるんだなととても期待していますどうぞ皆様もお祈りいただきたいと思います私は、えー、手話を学び45年目くらいになりましたまだまだだと思っています、えー、今日は、えー、少しだけ、えー、このメッセージを させていただく機会が与えられているのですがぜひ温かい目で見ていただきたいなと思っておりますさて今日のアウトラインはこちらを見ていただきたいと思いますこれに従ってメッセージをさせていただきたいと思いますまず一番目に手話から教えられた 言葉の大切さということについて少しお話をさせていただきたいと思っています、えー、先ほど私は手話を学び始めて45年目というふうに申し上げました本当に手話に出会ってよかったなと思うことがたくさんありますそして手話という言葉を通してコミュニケーションの大切さそれを本当に知らされてとても嬉しく思っています 言葉それはコミュニケーションの方法です人間が一人二人いれば必ずそこにはコミュニケーションが始まりますもちろん一人だけでいるときに喋るということはあったとしてもそれはコミュニケーションとは言いませんですから本当に言葉は人と人をつなぐ大切な方法だなと思っています 私たち普通は声で話しそれを聞いて答えるそのような会話の方法を持っていますそれを音声の言語というふうに言いますまあ私たちは今日本にいますから日本語というものを使っています日本語はこのように話すだけではなくて文字に書くこれも実は日本語です実は書く 言葉と話す話す言葉というのは実は同じなんですただ言葉を変えてそれを文字に表しているですからある意味で同じなわけですねしかし私たちは日本語だけではなくて様々な国の言葉があることを知っています英語が苦手だという私とか他にもこの CGN の テレビで本当に、えー、大変にお世話になっているその皆さんは、えー、韓国の言葉を使っている本当にああ学びたいなと思うけれどもとても難しかったりしているわけですその中で、ね、私が出会ったそしてまた皆さんに CGN のこのテレビで見ていただいている手話のメッセージこの手話これも大切な言葉であるということを 本当にぜひ覚えていただきたいなと思っています。あ,あ、手話それは日本語をただ訳しただけでしょという人がいます。違います。そうではなくて、手話というのは手話の特別な文法とか、あるいは成り立ちを持っている、そして本当に素晴らしい言葉であるということを覚えていただきたいなと思っています。私もかつては手話は 話し言葉を手の動きに変えるだけだと思っていましたけれども実際手話をやってみると全く違いますもちろん日本語と手話は似ていますけれどもその語順とか表現方法というものは本当に違いますね。時には手話の方が深くその感情を表すこともできるし本当に素晴らしい言葉だなと思っています。ですから 本当に今も学び続けてまだまだだなと思っているのですね。さてこのえ手話は見る言言葉と言われていますある人はああ手話は手と指とを使って話すんですよね。もちろんそれは一つだけある意味でまあ正解だと思います。けれども実は手話はそれだけではありません。手とか指だけではなくて この表情も大切なんですいやもっと言えば表情が大切だと言ってもいいだろうなと思っています。例えばこれがありがとうという手話ですけれどもしこの時に顔が動かなかったら全然ありがとうって言ってるようには表されていませんもんね。ですからありがとうございます。それは表情と時には体の動き。 ここれも含めて手話とということができますですからそういう意味で手話は見る言葉というふうになるんですね。さてこの手話を私が習ってそして長い間のの教会の牧師をししていましたその時に経験したことなんですけれど私は実は埼玉県の教会で生活をしていました。 実際教会は群馬県にありました。その群馬群馬県から老舎のご夫妻が時々遊びに来ました。ある時にその老舎のご夫妻が来て、そして一緒にお昼を食べて、そして二人はさようならと言って帰りました。で帰って見送ったんですけれど、それからなんと30分か40分くらい。 後にまたたた人が来たんですえどうしたの何か忘れ物と思って聞いたらば「いや違います」って言うんですね。「何ですか?」って聞いたら「はい実はあの牧師少し顔色が悪かったので大丈夫ですか?」って聞くの忘れちゃったんですってこう言われたんです。その頃は携帯ななんんかかかったでですですから実際に 本当にコミュニケーションしたい質問したいと思ったら会うということが必要でしたですからその夫婦は実は車で途中まで高速道路で帰ったんですけど心配になってそして降りてもう一度戻ってきてくれたというそんな経験をしましたなるほど手話というのはただ話すだけではなくて本当に老う者の人たちにとってはもう生きた もう生活にもう必要な言葉なんだということをその時経験させていただきましたいや私たちはすぐに例えば顔なんか合わせなくて「いってらっしゃい」とか「気をつけて」って言いますけれどそれでは手話は通じませんきちんと目と目を合わせてそしてもう見て見られてそういう手話がとても大切だという経験をしましたさて 言葉というのはそれだけではなくてその人の命にも関わっていくということを皆さんもわかるだろうかなと思います。例えば昔起こった東北の地震の時に実はいろんな情報をこう届けるんですけれどろう者の人たちがいる。その人たちに対して本当に大切なのは手話を使って伝える。今も コロナのウイルスのことについての説明の時に隣に手話通訳がついているそれはとっても大切ですもっと言えばろう者の人が例えばコロナに感染してしまったその時に熱高い苦しくなったじゃあ電話ください無理です電話できませんじゃあ手話通訳をいえそれは感染するので手話通訳も近くに来ることができませんという状況があるんですねですから 自分の言いたいことを伝えられる。それして聞くことができる。受け止めることができる。これは人が生きていく上で大切な権利だと思っています。ですから、言葉というのは人の大切な権利もついているということを私たちは覚えていきたいなと思うんですね。さて、言葉は大切だということを学んだんですけれど、私は え、合わせて聖書を読んでいくときに、ますます言葉の大切さということに気がつきました。今日の聖書の箇所、ヨハネの福音書一章の中には、実は、えー、言葉があったのだということが書かれています。その言葉は、実は神であるということが書かれています。 詳しいことについては、実はこの CGN のメッセージの中で、南田牧師が丁寧にヨハネの福音書の一章をずっと公開のメッセージをしていますので、ぜひこれを見ていただきたいなと思っています。もう本当によくわかるだろうと思いますので、ぜひどうぞ。さて、その中でイエスは言葉である。 しかもイエスは神の言葉である、うん、また言葉は神であるとヨハネは続けて詳しく説明していますなるほどイエスは神の言葉である、うん、このことの意味を今日は少しご一緒に考えてみたいと思っているのですねさて、えー、まず今日の「 読んだ聖書箇所をもう一遍見ていただきたいと思いますが、言葉は人となってとか書かれています。言葉何でしたか？イエスキリスト。イエスキリストは神の言葉である。うん。そのお方が人となったというふうに書かれているのですね。えー、イエスは神の言葉。 この言葉という意味は、実は、えー、例えば、ギリシャ語だとか、ヘブル語だとか、英語だとかいう意味ではありません。このもともとの意味は、ロゴス。それは、例えば、人の持っている考え方、深い深い思想、それらのものが表されていく。これが、ロゴスという言葉なのです。ですから、 神の言葉であるイエスといった場合には神の考え方神の言いたいことがイエス・キリストを通して表されているという意味なんだということを覚えたいと思います。最終的にイエス・キリストは神であるとヨハネは言っています。 先ほども申し上げましたがそのことの詳しい内容については是非南田牧師のこのテレビのメッセージを見ていただきたいなと思っています。さてでは神はイエス・キリストという言葉を通して私たちに何を伝えたいと思ったんでしょうかそのことを考えてみましょう。えー、この イエスは人となったと書かれていましたどうして人となったのでしょうかそれはヘブル書の4章15節に書かれていますお読みします私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません 罪は犯しませんでした。が、すべての点において、私たちと同じように、試みに合われたのです。と書かれています。つまり、イエス・キリストという言葉、神の言葉がわざわざ人となったという意味は、私たちの さまざまな弱さやさまざまな悲しみや痛みや経験を知ってくださる同じように経験してくださるためだったというふうに書かれているのですね私たちは自分の弱さやさまざまな痛みを理解してもらうそれだけで何か幸せだなと感じることがありますよね 一つのお話をしたいと思いますが私がかつて老和あ者の教会の牧師をしていたという話をしましたがその時にある老和あ者の夫婦の子供たちが遊びに来ていましたその老和社者のご夫婦には子供が4人いましたその4人の子供たちの中の3人は老和あ者でした。 同じように両親と同じように聞こえない三人でした。一人だけ聞こえる女の子が生まれました。そのおじいちゃん、おばあちゃんは喜びました。よかったね、あなた聞こえてって言われて育ちました。しかし彼女がだん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 小学校の一年、二年、三年、四年、五年、六年になった頃。 友達と少し難しい話をもちろん言葉で交わします。ところが同時に彼女はいつも聞こえる友達たちと話をしているので手話がだんだん難しくなってきた。すると家に帰って自分の大変なこととかを話したいと思うんだけれど両親と細かく手話が通じなくなってきた。その時に 他の3人の聞こえない兄弟たちは両親と手話で楽しそうに話をしているのに自分だけなんとなし置いてかれているような気持ちになったって言うんですねで彼女は私のところに来て言いました先生何どうして私だけ聞こえるのって言いました、えー、なるほど彼女にとって周りの人たちは 聞こえててかっったねって言うんですけれど彼女は一番愛している両親と通じない両親の気持ちがつかめない自分の気持ちをつかんでもらえないその寂しさからどうして自分は聞こえるんですかっていう疑問を持った私たちにとって大切なのは聞こえる聞こえないいや本当にお互いを理解し合えるということそのために 私たちは神が人となって来られた言葉であるイエス・キリストを私たちのところに送ってくださったんだそれは私たちを理解するためだったということを今聖書から学ぶことができたと思いますさて2番目に神の栄光を表す言葉 とということがわかります先ほどの一章14節に私たちは弟子たちですねイエス・キリストの弟子たちのことですが私たちはこの方の栄光を見たと書かれています。つまりイエス・キリストには神の栄光があるというふうに言われているのですね。えー 手話は最初にお話ししましたように聞く言葉ではなく見る言葉です。見える言葉。ですから見えるはとても大切です。そしてこの見えるということはとてもある意味で緊張します。なんか上手に言葉を使ってもろう者の人たちは見ゆく。 といいうことが多いんですねつまりあまり、えー、嘘をこうそを言うことができない本当に心,心が現れるのが手話かなと私は思っています。さてここでイエス・キリストを見た時に神の栄光が現れているのだと言っています。 ですからこの神の栄光が現れるということはまさにイエス・キリストに神のすべての性質考え方それらが表されているということが分かるのです。さてヨハネの「一章十八節」を見ると「今はかつて」。 神を見た者はいないいいななんです父の父神神の父の懐におられる一人子の神イエス・キリストですが神を解き明かされたつまりイエス・キリストがおられて神について はっきり説明してくださったので神を知ることができるというふうに言っているのですね。ここに大切な出来事があると思いますかつてユダヤ人たちはみんな聞いてました2,000年前いろいろ大変です。ローマの支配を受けて 苦しい生活もありますけれどもっと前に自分たちの先祖たちは苦しいエジプトから解放された神は救ってくださったいろいろな経験を通してダービーデという王が与えられてユダヤの国は世界で一番大きな国になったその後いろいろな罪や失敗を経験して補修という経験もしました。 けれど神様は必ず救ってくださるのだという約束を待っていましたけれどなか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 そのことが実現しない今も相変わらずローマの支配を受け続けている一体どうなるんだろうか自分たちの生活は神は本当にその約束を守ってくださるんだろうかという疑い 不安とといううもののが起こったのだろうなと思っていますけれどもその時に実は全てのことが整えられてそして神は何もしないのではなくその背後で着々と準備を進めておられたそしてパウロはガラティアの4章の4節の中ではっきりと言います。 時が満ちてつまり何かというと神が約束を実現される時が来たということをはっきりと言っているのですイスラエル人から見ればまだもうない不安様々なことの中で神はちゃんと準備をしてくださってその時が来たら神の言葉である 栄光の現れであるイエス・キリストを贈られたということがここに書かれているのですね。そして私たち人間には霊であるる神は見ることがでできませんですから本当に見ることのできない神を深く知るということはなかなか難しい。だからこそ イエス・キリストという神の一り子が人となってこられてそのお方に会いそのお方の言葉を聞きそのお方の行動を見る時になるほど神の愛がわかる神の義がわかる神の計画がわかるつまりイエス・キリストを見るということは父なる神を見るのと 同じだったのだということが書かれているのですね私たちも神がおられるだろうかいろいろと疑ったりわからないことたくさんありますけれどもイエス・キリストというお方は昔々誰かが作った話ではありません本当に私たちの歴史の中に来てくださって 生きてそして死なれよみがえりさまざまなことを教えてくださったお方だったのだということを私たちは知る必要があるのだろうと思っています。ですからこのヨハネの一章の14節では「私たちはこの方の英語を見た」と書かれている。 見たそうです弟子たちは見たのです実際に2000年前に本当に来られた神の独り子であるイエスを見たのですそして聞いたのです共にいたのです同じものを食べて同じ世界の中に生きて一緒に笑い一緒に泣き そのようなお方として弟子たちはイエスを経験したのだということがここに書かれていますそのことについて弟子たちはイエスの目撃者であったということが書かれていますヨハネの手紙第一一章の二節を見るとこう書かれていますこの命が 現れました道とともにあり私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししあなた方に伝えますと書かれています。ヨハネはイエススキリストを見た実際ともに 過ごしたですから私たちは目撃者として証言をしている。嘘ではない。このことをはっきりと語っているのですね。同じようにイエス・キリストの弟子であったペテロも語っています。ペテロ第2、1章16節を見るとこう書かれています。 私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが私たちはごめんなさいそれは巧みな作り話によったのではありません私たちはキリストの意向の目撃者なのですというふうに言っています つまり、ペテロが書いた理由はイエス・キリストの目撃者であるということなんですね。考えてみれば今教会がここにあるそして世界中にイエス・キリストを信じる人たちが多くいるこのことはなんと不思議なことでしょうか。ご存知の通りイエス・キリストが十字架に ついて死に葬られたその前に一緒にいた十二弟子一人は裏切り死にました残りの十一人もみんな逃げてしまったと書かれていますそしてよみがえったイエスと会って彼らは本当に悔い改めてイエスキリストの弟子となって 従っていきます。けれども、歴史の中でご存知のように、イエス・キリストがよみがえったと信じ、告白するならば、当時は死ななければならない。殺される。迫害を受ける。そのような厳しい時代でした。事実、イエス・キリストの弟子たちは、みんなイエス・キリストを信じ、 告白しし伝道たたたために死に死ましたただ一人このヨハネの福音書を書いたヨハネだけは死ななかったいえいえもちろん年を取って死ぬのですが誰か,誰かによって殺されるのではなく年を取ってパトモスという島に流されてそして本当に孤独な生涯を送ったと書かれています。つまり みんな、弟子たちはイエス・キリストを信じよみがえった救い主だと告白したために迫害を受けたそれだけではなく教会もクリスチャンたちも迫害を受け続けた歴史が私たちの知っている通りのことなんですにもかかわらず教会ははっきりと告白しました見たこと聞いたことを 私たちは「黙っていることはできない」と弟子は言いましたそうですイエス・キリストが実際におられそして弟子たちのいる社会の中に時代の中に共におられただから彼らは黙っていることができないたとえ迫害を受けたとしてもそれを捨てることができないそれによって教会が 続き、教会は世界中に広がって行き、やがて日本にも来たということがわかるのですね。ですから、ここでイエス、キリスト、神の言葉の目撃者である弟子たちの書いた聖書。これは私たちにとっても大切な 真実な証言であるということを覚えていただきたいと思うのですねさて最後にイエス・キリストについてどんな言葉かということが書かれています見るとヨハネ1章14節のもう一度繰り返してお読みします言葉は人とな 私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたと書かれていますイエス・キリストという言葉このお方は 恵みと誠に満ちておられたつまりこの方の中に「恵み」と「まこと」は十分に現れていたということが分かるのですね「恵み」というのは本当ならば受ける資格がないようなものなのに恩寵が与えられる「えー、自分にですか自分資格ないのに」というような これが恵みです。例えば「罪を犯してしまった」「許します」えー「何にもしていないのに許される」という経験これは「恵み」ですね。そしてこの「まこと」というのは一つは神様の真実。神様はその罪を許すために。 旧約聖書からずっとお約束をくださった。そのことを必ず実現してくださる。神様は信頼できるお方だ。という意味もあります。もう一つは、この誠。それは、神様は正しいお方なんです。ですから、もし、恵みと比較で言うならば、恵みは許します。誠は騒きます。 神様は曲がっているものをそのままでは置いておけない。まっすぐだ。それが義という意味です。義という意味は、例えば1センチ。これは誰が見ても、誰が変えようと思っても無理です。1センチは1センチ。これを義と言います。ですから私たちに対して、 神から見たならば、神は正しいお方ですから、その罪を少しでも許すことはできません。そして、正しい神は、その罪を正しく裁かなければならないんです。しかし、神は私たちを愛してもおられます。ですから、私たちの罪を許して、許したいと願っておられる。神の義と許し。 これが出会うそこに「イエス・キリスト」という神の言葉が現れたということなんですね。神の義と愛これが出会うところこれが「イエス・キリスト」という神の言葉なんです。その言葉はしばしば。 人々にとっては、はあ、愚かだと思うような状況でした。見ると、コリント第一の一章十八節に書かれています。十字架の言葉は、滅びに至る者たちには愚かであっても、 救われる私たちには神の力であると書かれていますここに神が神だけが語った本当の言葉があります神はイエス・キリストを通して命がけの言葉を語ってくださったということが聖書の中に書かれているのです そしてイエス・キリストの十字架は神が命がけで私たちを許し救おうとされたたった一つの方法だった他にはないこのためにこそ神の独り子である神の言葉であるイエス・キリストが来てくださったということが分かるのですね。私たちにとってイエス・スキリストの 十字架は神のの義と愛の言葉ですその言葉は簡単に語られたのではありません。長い時間をかけて人々が裏切り拒否したとしても神は忍耐を持って愛を持って長い間備え着々と進めその時が満ちた時に イエス・スキリストがが来られれたた神の言葉は現とということがわかりますしかもその言葉は表面的に語られたのではないイエス・キリスト神の一り子という大切な命を通して語られたつまり命の言葉であるということを覚えていただきたいなと思っています。 一つのお話をして終わりたいと思います私の教会は障害者の施設の中にありますその中に一人のクリスチャンの姉妹がいました彼女は生まれた時から脳性の麻痺でした大人になるにつれてだんだんと重くなって私たちの教会に来た時にはほとんど体は動きませんちょっとだけ言葉が あるんですけどうーん、なかなか聞いててもわからない彼女は何度も何度も腸の病気で入院しましたある時にまた腸が詰まって手術のために入院しました長かった私はそれを聞いていましたしばらく会うことができなかった彼女が退院したということを聞いたので会いに行きました彼女は 車椅子で、えー、職員が連れてきてくれました「ああ元気ですか?」って言ったら彼女は何か言いました顔は真っ赤で苦しそうに私は見た時に「あ怒ってるのかな」と思いましたそうだお見舞いにも行かなかったし長い間会えなかったから きっと何か起こってるんじゃないかと思ってちょっと心配でしたどうしたの何と聞きました彼女ますます一生懸命顔ばっかりして苦しそうに叫びます何を言ってるのかうん聞いたけどわからない私はごめんねごめんね今度また会いに来るねって言って帰ろうと思った時に職員が止めましたちょっと待ってくださいもうちょっと聞いてくださいと言われましたじゃあもう一回。 何私が一生懸命聞くと彼女の言葉が少しだけ分かりました彼女は「う」ではなくて「あ」でもなくて「だいじょおぶ」がと言ってたんですつまり「大丈夫大丈夫ですかって私に言ってたんです 実は彼女が入院している間私もちょっと病気をして仕事を休んでたそれを彼女は聞いたらしいんですだから自分が痛くて入院して手術している時にも私のことを心配してくれていただから久しぶりに会ったら私に「大丈夫ですか?」って聞いたか,言いたかったんです私はびっくりしました 自分が痛くてこれ以上話したらもう死んじゃうんじゃないかと思ったんですそれぐらい苦しそうにしゃべって真っ赤になってよだれもたれてもういいと思ったけど彼女は命がけで私のことを心配してくれたうん言葉の大切さをもう一遍ぺん覚えましたイエスキリストは私たちを神が愛している。 私たちの罪を裁かなななければならないしかし、救ってあげたいのだしかし簡単にはできない、そのために一り子の命を代わりに十字架につけて私たちの罪の身代わりに送ってくださった、それは命がけの神の愛の言葉である、うん、そのことを覚えていきたいと思うのです。 私たちはイエス・キリストによって命がけで神から愛されているもう一つは私たちは言葉を大切に使いたいいたと思いますどうぞ言葉を簡単にではなく本当に小さな言葉でも心を込めて丁寧に語るものになりたいなと私は思っています難しいけれどイエス・キリストが神の言葉であるこのことを覚えながらどうか。 皆さんも言葉の大切さ神の言葉によって生かされる恵みを経験してほしいなと思っていますお祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様イエス・キリストは神の言葉である神が私たちをどれほど愛しているのか簡単に語ったのではなく一人子の命を 捨てても私たちに愛を示し語りたいと思ったそのことをもう一度聖書を通してはっきりと知り信じ私たちは神の言葉によって生きていくことができるものとさせてくださいまたそのことを信じた時に自分も誰かのために命を捨てるなんてことはできませんけれど少しでも もっと丁寧に愛を込めて言葉を語るものとなることができるように助けてください。お一人一人の上に神様の祝福を祈ります。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。